はい、どうも、ひろしです。ですね、まあちょっと、さっき動画を上げてから、もともと住んでた家ですね、引っ越し前の家に今戻ってきました。でそんでもってですね、まあ戻ってきたらいいんですけども、もうね、またまた痛恨のミスですよ。はい、ちょっとこれ見てください。あの、見えるかな。はいはい、これね、はい、照明ね、取っちゃってた。だから電気がつきません。なので、まあ、ちょっとつくのがね、この現調子かもね。 こっちの部屋もね取っちゃったんですよ。ほらね、ここもさ、ここにでついてた電球あるでしょ、これちょっと取っちゃったんで、なんでこっち電気つかないっていうね。だからちょっと片付けしようと思ってきたんですけど、まあまあ、もうゴミしかないんですけどね。ちょっとゴミもね、ちょっとほらこれじゃね見えないから、ちょっとね、まあ、今晩のうちにできることはもうないなっていう感じですね。いやー、うん、ちょっとね、本当に病気かもしれない。私本当に病気かも。ちょっとね、いや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 、ね、電気は契約してないわ、ガスも契約してないわ、水道も契約してないわ、ね、しかも Wi-Fi もね、そうないんですよね、片付けちゃったから。そうだから、ちょっとね、まあちょっとあっちの新居の方で、まあライブ配信でもやろうかなって思ったんですけど、ちょっと、ね、Wi-Fi がないし、あと、あの、電気がないから、その充電が切れちゃうんですよ。そう、充電がね、今これ、あの、 iPhone で撮って、で、あの、このね、Mac で電話を充電しながらやってるんですけど、あのまあ、ずっとこれ使ってたら尽きちゃうから、電池がね。だから、まあ、今のね、こっちの引っ越し前の家は一応電気はまだ通ってるのと、あとね、 Wi-Fi はね、これ片付けちゃったからないんで、ちょっと電波が良くないんで、まあ、どっちにしろちょっとライブ配信は今日は厳しいかなっていう感じなので、一応ちょっと、まあ、動画を撮って出しスタイルに、まあ、するんですがっていう話でね。はい、まあそれでね、まあ、ちょっとさっきの動画でね、ちょっと、まあ、釣りすぎちゃったかなっていう感じがするんで、ちょっとね、まあ、改めて冷静に、まあ、状況を振り返ってみるんですけど、まあ、最初の訴状が届いたのがね、まあ、確かあれ9月中だったと思うんですよね。そう、あの、一発目の訴状が届いたのが。で、まあ、その時は、まあ、確かに映画の撮影中だったんですよ、うん、だったかな、忘れましたけどその前だっけな、まあ、わかんないですけど、まあ、結構バタバタしてる時期だったんですよ、撮影前か、あの、撮影中か忘れましたけど。で、まあ、その家に直接届いたのも、まあ、そんなに、だから、なんか、ああ来たんだみたいな感じだったんですよ。てか、まあ、その結構、その僕の、なんだろう、あの、転送、あのね、ちょっとさっきの動画で説明しきれなかった部分があって、あの、まあ、株式会社の代表取締役社長の名前、あの、まあ、住所っていうのは登記上書かなきゃいけないっていうのがあるんですけども、実はね、あれ僕別のとこにしてるんですよ。というのが、あの、前ね、柏の家に、そのね、航空の科学のおっさん2人組が来ちゃった事件があって、まあ、あれはおそらくなんでバレたかっていうと、その広志企画室 の、その、 あの、会社の当本のね、その、まあ、代表取締役の住所を、その柏の家の住所にしてたから、多分あれって、その、なんか法務局とか行けば調べられるんですよ。そうで、それが1回あって、で、柏の、あの、家にしといたら、で、あの、なんだろう、 そしたら多分そこで来ちゃったみたいな感じなんで実はね、それ、あの、まあ、ここ柏から引っ越してきたとこなんですけど、それもう一回、まあ、やるようなバカはやりたくないんで、だから実はね、あの、別のとこにしてるんですよ、住所。あの、まあ、これ多分、まあ、法務局とか行って調べたら分かると思うんですけど、まあ、好きな人は、あの、気になる人は調べてください。あのまあ、なんですが、だから、あの、そこから、まあ、その郵送されてくる、転送されてくる、あの、まあ、郵便物とかもちょこちょこあるんで、だから、その、まあ、直接訴状が家に来たっていうのはあんま気にしなかったんですよね。でも、まあ、よく見てみたら、その転送とかじゃなくて直で送られてきたんですよね、その訴状が。ん？と思って、で、それで、まあ、要するに直接、あの、まあ、航空の科学が送り先をね、あの、指定して、で、その地方裁判所から、あの、訴状が来たんですけど、これどういうことって、あの、まあ、弁護士に聞いたら、あ、それは多分調べられてるよっていう話で、で、
まあ、どうやらそのなんか調べること自体は違法じゃないらしいんですよ。まあ、ちょっと方法はどういう方法を使うかとかね、それはありますけれども、まあ、もちろんね、まあ、多分一番可能性が高いのは尾行ですね。おそらく尾行をして、で家に入っていくところを見つけられて、そんで、多分、まあ、ここだっていうふうに特定されたんだと思うんですよ。そう、まあ、それが一番可能性としては高いのと、あともう一個は多分郵便物とかをなんかどっかでくすねられて、わかんないですけどね、まあ、まあやり方いろいろあると思うんですが、多分そのどっちかかなって思うんです。ちょっとそれは分かりません、分からないんですが、まあ、あの基本的にはちょっとここのね、今のこの動画を撮ってる家の住所は、まあ、航空の科学にどうやら割れてるらしいという、まあ割れてるでしょうと、いうことになので、まあ、実はねそれは、まあ、先月ぐらいからそれは分かってたんですけども、でもあの本当はねすぐ引っ越したかったんですよ。実は本当はすぐ引っ越したかったんですけれども、まあ、結構ねそのあの映画のね、あのクラウドファンディングの、まあ、情報解禁のあれの前とかで結構やることが多かったから動けなかったっていうのと、まあ、あとね、まあ、ご存知の方もいると思うんですが、あの僕はですね、あの基本的に不動産あの賃貸借りれないんですよ。そうなんで借りれないかっていうと、まあ、そのまあ親ですね、やっぱりその、まあ、親が大川隆法だからっていうことで、まあ、基本的にやっぱ賃貸を普通に借りに行くっていうのはまずできないんですよ。という、まあ、ということで、まあ、この今ねこの動画を撮ってるここの家は実はその、まあ、僕の友達の、まあ、不動産関係の人が、まあ、入居させてくれて、まあ、その、まあ、だから大家さん OK が出ないんですよね。そのあの不動産、あの不動産屋さんに行ってもあの、まあ、内見とかしてそれで見て OK ですって言ってもその大家さん、まあ、大家さん審査のとこで落ちちゃうっていうか、そうで、まあ、名前でググられちゃって、お父さんあの人ですよね、じゃあダメですみたいな感じでね、そこで弾かれちゃうんで、だからまあここの今の動画撮ってるこの家はその大家さんがあらかじめOK してくれてたから、まあ入居できたっていうあのところでね、前の柏の家もその手で入れたんですよ。まあその僕の友達がそこの、柏の家の不動産の、大家さんがその友達の、まあ、お客さんでそれで、あの、まあ、うちの僕の友達が入居したいって言ってますみたいな感じで紹介してくれて、それでなんとか入れたっていう、まあ、ね、1ヶ月で特定されちゃったんですが、うん、っていう感じだったので、まあ、普通に探すとめっちゃ時間かかっちゃうんですよ。まあ、あのね、10件ぐらい回ったら、まあ、あの1件ぐらい OK してくれるところがあって、まあ、前にもね、あの昔探したことがあったんですよね。あの大学生ぐらい、大学生じゃねえや、あれか清水建設入るちょっと前かにもね、あの、まあ、元嫁とね、あの一緒に暮らしてた時期があって、まあ、その時とかも不動産探したりとかしたんですけれども、まあ、10件ぐらい探して1件やっと OK してくれるかなぐらいのレベルで、で今回はまあ、今回契約したあのさっきのね真っ暗なところは、あれはまあ3件目でね OK がもらいました。うん、だからまあだいぶ状況は変わったかなっていう、前だったらねもっとねあのたらい回しにされて全然決まんなかったんですけど、まあまあ、3件目でようやく OK もらえたんで、うん、まあ、だからちょっと若干、まあ、社会情勢とかが変わって、まあ、多分僕のこととかもおそらく、まあ、ググって調べてると思うんで、大家さんもね、まあ、それで OK って言ってくれてると思うから、まあ、状況は変わったのかなっていう感じでは、そうですね、まあ、それで3件目でようやく OK をもらえて、入居できましたっていうことですね。まあそんな感じで、まあ、無事一応入居はできたんですけれども、まあ、ちょっと今ごたごたしてる感じなんですが、そうあのね、まあ、ちょっとまた荷物が整理、できたらまたちょっとね、家の中こんな感じですみたいなのまた動画にしますけれども、まあちょっと見せられないんですが、まあまあ、セキュリティはねかなりちゃんとしてます。広さはねちょっとここの家は2部屋あるんで、まあ、1部屋になっちゃったんでちょっと狭くなっちゃったんですが、かなりそのセキュリティが硬いですね。まあ、オートロックついてるし、そのここの家ねオートロックないですよ。扉見えるか、そうこれね、もうここ、これね、そうこれ1枚なんで、そうここまで来れちゃうんですよ。そのね、だからここまで来られちゃったら結構割と逃げようがないかなっていう感じもあるんで、そう一応だからその新しいところは、まあ、オートロックついてるのと、あと警備員さんがいるんで、警備員さんが24時間常駐してるんで、だから
なんだろう、そんなに怪しい人は入ってこれないし、うん、あとはそうですね、うん、オートロックもあるし、あとへなんだろう、1階の部分のオートロックと、あとその部屋のなんか鍵も自動でかかるんですよ、そのしばらくほっとくとね、なんていうのかな、それもオートロック、わかんないけど、そういう機能もあるんで、かなりセキュリティはちゃんとしてるので、まあその、まあ、仮に調べられたとしても多分そうそう中までは入ってこれないと思うので、うん、なのでそう、まあだからだいぶここよりは防御力は高いかなっていう感じですね、うん、まあそんな感じで一応まあね、状況をざっくりと、まあ、説明するとそんな感じになります。まあね、そんなところで、まあただね、まあちょっとご心配させてしまった方もいたかと思うんで、それは申し訳なかったと思うんですが、まあなんか実害が実際出たとかいうわけじゃなくて、まあただ単純にここの家の住所を知られてるっていうだけの話なんで、うん、まあね、また何かあったらね、僕の場合はこの YouTube がありますから、なんか怪しい、またピンポンとかやってきたらね、その様子を逐一動画に撮ってあげようと思いますので、そんな感じでやっていければなと思います。はい、まあそんな感じです。またね、ちょっと今日はライブ配信はできないんですが、もう落ち着いたらちょっとライブとかもやりたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価ボタンお願いします。